四軸テコロです。いやすごい人でですね、今日は広島のフォロワーフェスティバルにですねやってまいりました。九州のブースがありましたんでね、あそこで、熊本の赤牛 と、白が熊本なのかどうなのか知りませんけど、水割りをいただきました。いいですね、広電電車にもフラワーフェスティバルの会場経由とかって書いてありますね。この平和大通りですね、100メートル道路ももう人で埋め尽くされてますね。ちなみにこの目の前の神社ですね、白神社ですね、ここは白神社交差点、白神社前の交差点ですね。江戸時代ぐらいまではですね、ここら辺が海岸線だったんですね。それより昔はもっと昔はもう広島城のあたりはもう完全に海ですね。小さな岩礁だったんですけどね、岩礁にご本尊がねいらっしゃいますよ。ですからあの建物の後ろはね、岩礁になってますね。いやすごいですね。この3号線にもね、あのフラワーフェスティバルの、会場を通るよっていうのがね、掲示されてます。いやすごいな。一応例年は5月の3、4、5に行われてですね、だいたい150万人ぐらい動員するんですけど、いや先週のあの東華さんもそうですけど、もうみんな待っとったんでしょうね。もちろん海外の方もねいらっしゃいますけど、海外の方は別にこれを目的で来たわけではなく、来たらたまたまやってたっていうだけだと思いますけど、で時間になりましたらね、ここはあのパレードがね通りますんでね。すごいな。そしていろいろなステージがね、あるんですけど、ステージには、ね、花の名前がついてます。ちょっと映せないんですけどね、後ろでライブやってるのは、オリーブステージとか、メインステージはカーネーションステージとかですね。ちょっと白が効いてきましたね、はい。しかしまあ普段こんな道のど真ん中で堂々とあの鉄道の撮影とかできないんでね、これはなかなかいい感じです。さあこの1個前の電停に止まってる電車がなかなかちょっと発進できないって感じで、終電前だね。さあ800系810がやってきましたが、3号線、もうここに立ってるといろんな匂いがしますね。焼きそばみたいな匂いとか。ちょっとだけ。やっぱりこの電車道の向こう側がメインっていうことに、ね、なりますんで、向こうの方が人が多いですね。でもメインの会場は平和公園のところですね、あそこに、花の塔がありますからね。先日の東部さんの分であれは ANA クラウンかなって言ってたのは、あれはオリエンタルホテルでした。さあ810の
3B の街ですね、広島ね。バス、ブリッジ、ブランチ、あるいはバス、ブランチ、バーじゃあ 4B にしとけっていう話ですけど、はい、そしてまたやってきましたね。はい、1号線ですね、サンフレッチェから。はい、ということでね、この5000逆境を見送って終わりにしようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。